また映ってる遠いけど見える。あ、
続いて合図が出ると仲間を上にして大
な尾びれを力強く振ってプールの深いところまで潜って勢いをつけてスプラッシュジャンプです。豪快なジャンプが決まりました。実は先ほどしていた仰向けの姿勢はシャチの体温を測るための姿勢だったんです。ここ名古屋港水族館では朝と夕方に体温を2回測っていますので、ぜひ観察してみてくださいね。そしてジャンプがうまくできたのでトレーナーのところへと戻り褒めてもらいます。そして大好きな魚を一尾一尾飲み込んで食べてしまいましたね。続いてはトレーナーの合図を見ると大きなおびれを使って海水を伸ばしました。めっちゃ怖いな。皆さんシャチのおびれの威力がお分かりいただけましたか？アースはプールをぐるっと一周してからトレーナーのところに戻ります。実は今のように尾びれを使って狩りをしているシャチたちもいるんです。先ほどのように大きな尾びれを力強く振って魚の群れを失神させて、その失神した魚を食べてしまうという狩りの技術を持ったシャチたちもいるんです。そしてトレーナーのところに戻り褒めてもらいます。再び同じ種目に挑戦です。体勢を整えて尾びれを力強く振ります。再びトレーナーのところに戻り褒めてもらいます。ここ名古屋港水族館ではホッケやサバやニシンといった私たちにも馴染みの深い魚を与えているんですよ。そしてアースは11歳というまだまだ子供のシャチですが、1日に70キロ以上もの魚を毎日食べているんです。続いて大きな水しぶきが上がるジャンプに出発です。こちらのステージ近くにお座りのお客様は水しぶきにご注意ください。まずはゆったりとプールの深いところまで潜って、プールをぐるっと半周して、こちらのステージの近くでジャンプです。大きな体を大きく持ち上げましょう。再びトレーナーのところに戻り褒めてもらいます。シャチにはたくさん歯が生えていますが、餌は噛まずにつるっと丸飲みにして食べているんですよ。そんなシャチたちの餌の食べ方にもぜひ注目してみてくださいね。鳥いた、鳥いた。そしてトレーナーのところに戻り、大好きなホッケをもらっています。続いて先ほどとは違うジャンプに出発です。この後ジャンプをする場所によってはお客様の方に大量の海水が飛んでくることがあります。濡れては困るお客様はスタジアムの上段へのご移動をお願いします。まずはプールの奥側でちょこっとジャンプです。2トン以上ある大きな体を尾びれ一つの力で持ち上げます。続いて2回目のジャンプです。豪快なジャンプが次々と決まっています。大きな尾びれを力強く振って、続いてプールの奥側でもう一度1メートル70センチもある大きな尾びれを力強く
それでは最後に頭を下にして大きなお尻を振って皆さんにご挨拶です。また元気な明日に会いに来てくださいね。この後も名古屋港水族館でごゆっくりお過ごしください。お客様にご案内いたします。この後すぐにご退場されますと、エスカレーターやエレベーターホール前、中央通路などでお客様が密集する可能性があります。新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、しばらくお待ちいただくか、間隔を空けていただく、空いている通路をお通りいただくなど、分散してのご退場にご協力ください。この後、大型画面において飼育係が昨年5月に知床、羅臼で野生のシャチのフィールド調査に出た時の動画を上映します。そちらもどうぞお楽しみください。ジャンプさ。